はい、皆さんこんにちは。今日はですね、7月の31日金曜日になります。いよいよね、7月も最終日ということになります。今日はね、ちょうど今時間がお昼なんで、これからね、ランチを食べに出かけたいと思ってます。普段はね、だいたい自分で昼間はね、昼食を作って食べたりしてるんですけど、今日はね、こんなコロナウイルスの自粛の中なんですけどね、ちょっとね、外食したいなと思って家を出てきました。それで天候ですけどね、今まだ梅雨明けしてないんですけれども、こう日差しがね、なんとか出てるといった状況なんで、いつまた雨降ってくるかわからないんでね、ちゃっちゃっちゃっと帰ってきたいと思ってるんですけれども、午前中ね、近畿地方はね、梅雨明けの発表がありましたね。関東はね、関東の方は来月、今日31日なんでね、来月2日、あと2日後ぐらいのね、梅雨明けになるという予報です。それで、今日これからランチ食べに行くんですけど、ランチを食べに行く前にね、ちょっと寄り道をね、していきたいというふうに思ってます。ズバリ、じゃあどこへ行くかということですけれども、関越トンネル。このね、関越トンネルを抜けて、ランチを食べにね、行きたいというふうに思ってます。今関越トンネルって言いましたけどね、埼玉県の中にもね、関越トンネルっていうのがあるんですよ。これ前からこの情報は知ってたんですけどね、まだ一度も私自身も行ったことはありません。それで、その埼玉県の関越トンネルなんですけどね、私が最近動画でよく上げている三好のね、パーキングエリア、ここのね、そばにあるんですよね。ですんでね、ちょっとご紹介をしてからランチ行きたいなというふうに思ってます。この交差点をね、右に行きます。ここね、地蔵通りと言います。地蔵通りという通りになるんですけどね、ここをね、ずっと走っていくとですね、関越トンネルに出るということになります。右手がですね、三好のパーキングエリアですね。はい、このまままっすぐ行くとね、関越トンネルに出るというところです。皆さんご存知の通り、関越道のね、関越トンネルは群馬県と新潟県の間にね、あるトンネルで、トンネルを抜けると雪国だったというようなね、ところなんですけれども、目の前出てきましたね、これがね、関越トンネルになります。こちらの関越トンネル、今通過しますけどね、トンネル、こちらを抜けるとですね、じゃーんということで、ファミリーマートですね。トンネルを抜けるとファミリーマートだったということになります。じゃあ今抜けてきちゃいましたけど、もう一回ね、こちらの方を渡りたいと思います。トンネルくぐります。要はね、これ関越トンネルっていうふうに言われてますけれども、ただの関越の下を通るですね、道なんですね。で、なんで関越トンネルかというとですね、答えはこちらにあります。ドンと、はい、実はね、これバス停なんですけどね、バス停の名前が関越トンネルと
いうバス停になります。で、この指してるトンネルっていうのがね、先ほど抜けたあのトンネルになるということなんですね。でね、ちょうどこのライフバスっていう、まあこれ、ローカルバスなんですけどね、鶴瀬の駅からですね、この青いルートですけどね、循環バスですね。で、途中にこの関越トンネルというバス停が途中にあるというところになります。はい、というわけでね、この後はね、お待ちかねのランチということで、寿製麺吉川川越店、ラーメン屋さんなんですけどね、こちらの方でつけ麺をね食べに行きたいと思ってます。この辺へ来るとね、もう一挙に田園風景なんですよね。右も左もこれさつまいも畑ですね。すごいな。はい、県道のね6号線に出てきました。ここをねずっと、あとどんぐらいだろうな、1キロぐらいあるかな、約1キロぐらいだと思うんですけどね、1キロぐらい走った右側にね、お店出てきます。はい、この右手ですね、寿製麺吉川、こちらになります。はい、ごちそうさまでした。今食べてきました。はい、ごちそうさまでした。寿製麺吉川さん、行ってまいりました。一応ね、あの店内あんまりちょっと喋れるような状況じゃなかったんで、まあほぼほぼ喋らず映像だけ撮りましたけど、美味しかったです。レンゲ、ちょっと大きめのねレンゲの中に入っていたのがですね、イワシのですねペーストですね。まああれが特徴なんで、あれがすごくね魚介の味をね引き出しているというお店になります。で、頼んだのがね、ごめんなさい言うの忘れてた、あの特製のね、イワシつけ麺、これをね注文しました。お値段の方はね1240円でちょっとお高めなんですけどもね、まあ値段見合いの味ということは言えると思います。あのやっぱりイワシのねペーストでかいですよね。他にもあの魚介系のお店いろいろありますけれどもね、特にねあのすごく味が引き立ってます。ですので、まあ、そういう値段になっちゃうのかなと思います。ぜひね、あの特徴があって美味しいんで、興味のある方は行っていただくといいかもしれません。他にもね店舗あるんですよね、
あの坂戸の方にも確かあの鶴ヶ島ですか、あちらの方にもあったと思います。はい、はい、県道6号線からね、県道126号線の方に移ってきました。私のはね、このまま自宅の方に戻りたいというふうに思ってます。天気もね、青空出てね、良くなってきましたね。さっきもっと曇ってたんですけどね。はい、というわけで今日はね、関越トンネル、埼玉県にある関越トンネルとですね、寿製麺吉川、こちらでのランチ、こちらをお届けいたしました。はい、それでは本日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。